はははいいこんにちは競馬が世界一大好き398チャンネルです、はいうん、今日はですね、まあ、先ほどねその武豊さんの負傷の、ね、ニュースについての動画をアップロードしたんですけど今日は次はっていうか天皇賞秋でイクイノックスが連覇をしたってことで話題になってますねで今日はこの感動を視聴者の皆さんおよび競馬ファンの皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます ははい、いではニュースを読まませていただきます。天皇賞秋イクイノックス連覇で破竹の G15、えー、連勝天壇競馬で衝撃の日本レコード G1 天皇賞秋2023年10月29日東京芝 2000m これが世界一の貫禄だ。11頭を立てながら豪華メンバーが、えー、集った G1 天皇賞、秋は断然の一番人気、イクイノックスが制し、国内外で G1 連勝を、えー、5に伸ばした、勝ち時計1分55秒には衝撃のリコ日本レコードだった。天皇陛下が完成された大一番、2番はジャスティン・パレス、えー、三着はプログノーシス。 だったイクイノックスの、えー、ルメールは馬上で再敬礼し右手を胸に当てた世界一の馬ですから世界のみんなが彼の競馬を見たかったいいイクイノックスの強さを見せましたと胸を張ったはいということでまあ論ン,ンワールドベストレースホースランキングで世界1位に君臨してるってことなんではいまあ、まあ、ドゥデュースま,まあね今回もねあの、まあ、イクイノックスに勝ってなかったってことなんですけど まあ、イクイノックスの優勝について思ったことは、まあ、確かにあのイクイノックスってもう強すぎてなんだろうまあ、強すぎるんですよねはいだからなんだろう強すぎるから逆にあの競馬ファンにとってはね逆につまらないなって思いますねはいというのもやっぱりいつも強すぎるからなんかたまにはねなんか他の馬にも勝ってほしいなって思ってますねはい 自分は競馬はその掛けごとで見てるっていうよりはどっちかっていうとただ単純にね馬のそのなんだろうそのレース自体を自分は楽しんでるんでそのお金とかかけたことはないんですけどまあギャンブルらしねあのまあイクイノックスとかドデュースとかは好きなんですけどはいまあ イクイノックスはねやっぱりちょっと強すぎるからやっぱりちょっと面白みがないなと思いますねはいまあ、ただ美しくて速くて強い馬だっていうのはあの確実なんですけどねはいまあそのまあこのニュースとはまた関係ないんですけどまあ武豊さんのねまあご無事をあの祈ってますはい